今年の夏は厳しい暑さでしたね。ただ旬の食材もそろそろ秋の味覚出てきているということなので室戸市で探してみたいと思います。訪ねたのは東洋町にあるこちらの施設。あ、こんにちは。あ、こんにちは。西川さんですか。はい、そうです。よろしくお願いします。はい、お願いします。なんかちょっと秋の食材があるんじゃないかということでお話を聞きに来たんですけれども、はい、ここで室戸市崎浜の西川誠二さんが生産しているのは、どうぞ。はい、ありがとうございます。うわあ、すごい。なんだこれは。え、あ、いわゆる金賞椎茸っていうことですか。うん、そうです。ああ、え、椎茸どこはまだ椎茸生えてないですけど、11月から生やす予定です。そうなんですね、じゃあまだ椎茸は成長中。そうです、これから、はい。椎茸はもう少し先ですが、その奥に旬の食材がありました。すごい、こっちキクラゲ、はい、キクラゲです。一般的には夏場が旬というキクラゲですが、西川さんのキクラゲは仕込みの時期をずらして今が最盛期。作り方に他とは違う工夫があります。やっぱり深層水を入れて作っているということで、世界でもうちしかないんじゃないかなと思ってますけど。そう、さすが室戸、海洋深層水を上手に使っているんです。おがくずに混ぜて菌床を作るほか、海洋深層水を混ぜた水を与えて育てています。海洋深層水使うと何か違いますか。やっぱり食感がいいということで、プリプリとした食感でなかなか美味しいと言われてます。15年前から海洋深層水を使って椎茸を育てている西川さん。その経験は3年前から育て始めたキクラゲにも生かされ、食感の良い室戸ならではのキクラゲに育っています。室内は21度から22度、湿度 70% から 80% に保たれ、椎茸の菌床5000個とキクラゲの菌床500個を管理。順調に育っていますが、今年ならではの苦労もあるようです。何がきつかったでした。何がきつかった。まあ暑さで、それと電気料金の値上げとで、まあ材料全般に上がってますので、約 20% は上がってます。電気料金は平年の 1.5 倍ほどかかったということです。別の場所でもこれから旬を迎える食材を育てているということで移動することに。ところで西川さん、本業は資源ごみの回収業者。室戸市崎浜のリサイクルセンターで集めた資源ごみを分別しています。自転車のタイヤを外すのもお手の物。すごい、さすがこの道34年ベテランの手さばきです。本業でも副業でもやると決めたらどんなことにも熱中する性格の西川さん。手広くさまざまな食材を生産し、時には地元の観光案内もし、高知龍馬マラソンは10回すべて完走しているパワフルな地域の有名人です。そんな西川さんに次に案内されたのは、これなんですよ。これ、ええ、何ですかこれ。これはね、マコモダケといって、こちらで栽培されていたのはイネ科の一種マコモダケ。中華料理ではよく用いられ、短い期間しか取れない珍しい食材ですが、休耕田を利用して栽培できるメリットがあり、15年ほど前から育てています。茎の部分が肥大して大きくなってきたところを、これを食べるんですけど、わかりますかね。はい、すごい。え、ちょっとカメラさんこっち向いてください。これ全部そうです。そうです。すごい、マコモダケだらけ。そうです。9月末から10月いっぱいの1ヶ月ほどしか収穫できない短い旬ですが、
こちらでは毎年6アールの敷地で10トンほどを収穫しています。はい、根元の方から釜で刈り取る作業、難しくはなさそうなので少しだけ収穫のお手伝い。ところが、はい、足元やばい、これすごいすごい足元取られる。いや待って、いや抜けない、これね、うわっ、かかとをね、かかとを上げて、よいしょ、そうそうそう、やだ足を取られうまく動けないので受け取るだけにしました。葉っぱも使え、高温と水不足の影響で今年は収穫量が減りそうだということです。農薬を使わずに大切に育てたマコモダケ、10月に本格的に収穫し、キラメッセ室戸などで販売します。ちなみに同じ場所でサトウキビも作っていて、こちらは12月に収穫する予定です。実はそば打ち名人の顔も持つ西川さん、自慢の食材を使って豪華な定食を用意してくださいました。西川さん、すごい豪華セットになりました。そうですね、全部西川さん作ったものですもんね。そうです、ね、マコモダケやキクラゲはもちろん、お米やそばも西川さんが育てたものです。それではまずマコモダケの天ぷらから。すごい肉厚、これしっかり甘いですね、うん、美味しい。不思議だけどなんかジューシーな感じもあるし、食感がいいですね。主に茎の部分を食べるマコモダケですが、西川さんは葉を乾燥させてそばに練り込んだりお茶にしたりするそうです。色はね、普通のお茶なんですよ、ね、優しい甘みの香りがしますね。まあすっきり、あ、苦味とか全然ない。うわ、美味しい。へえ、これあの葉っぱから。そうです、こんなにいい香りのお茶になるんですね。うわー、捨てるところない。キクラゲもプリプリの食感で室戸の実りの秋を存分に堪能させていただきました。西川さんの食材は室戸の学校給食で地元の子どもたちに食べてもらうことが多いということですが、こんな夢も描いているようです。発信していって、まあ、ぜひ、まあ、室戸に来てここで、まあ、一緒に作って一緒に食べれたらなと思いますけど、うん、あ、じゃあそういうことも計画していきたい感じですか。そうですね、うん、あくまで副業と言いながら今年新しく平竹の栽培にも挑戦するなどバイタリティに富む西川さん、次々に旬を迎える野菜で室戸の秋を届けます。